さあ始まりました四日市グルメ、案内人を務めますめぐると言います。今日もよろしくお願いいたします。3回目にしてようやく皆さんに見せたい画角をお届けすることができます。晴れたよ、山美しいですね。今まではだいたいこの辺かなみたいな感じでテロップ対応してもらってたんですけども、今回はおかげさまでいいロケ日和ということでですね、今日も気合入れていきたいと思います。さあ今まで大谷地の手延べそうめん、そして水沢のかぶせ茶、はいはい皆さんご存知の四日市の名産品をいろいろとピックアップしてきたんですが、今日はあ、意外にそんなのもあるんだシリーズだと思います。四日市酪農と言われてどんなイメージがありますでしょうか。そう、ここ四日市の美味しい美味しい牛乳でできたとあるグルメがあるんですね。さあ一体どんな四日市グルメに出会えるのか、今日も始めていきましょう。四日市グルメ。三重県四日市市、石油化学コンビナートを有する全国屈指の産業都市です。町の魅力はそれだけではありません。豊かな風土の中で育まれてきた特産品など日本や世界に誇れるものがたくさんあります。この番組ではそんな四日市の魅力を料理を通してご紹介します。番組の後半にはフードアナリストの資格を持つめぐるさんが四日市の特産品を使った料理にチャレンジしますよ。今回のテーマはこちら、四日市の酪農です。さあ皆さん、こちらのパッケージ一体何だと思いますか。これがですね、四日市で作られたバター、鈴鹿山麓白いバターです。見たことあります、この牛のイラスト、可愛いですよね。言われないとんってなるっていう非常に可愛らしい、でもこれがいいです、愛くるしいです。さあ白いバター、果たしてどう白いのかという話なんですけれども、これ実際に開けてみますと、横から見ていただきましょう。実は私もね、これ初めてなのよ見るの。おお、普通のバターってもうちょっと黄みがかってるじゃないですか。本当にあの牛乳の白です、真っ白、びっくりじゃないですか、すごい。このバターを作っているのが四日市市で唯一の酪農組合、四日市酪農です。工場を案内していただくのは副工場長の吉原淳さんです。吉原さん、はい、四日市で酪農と言われても、はい、あんまりこうピンとこなかったんですけど、はい、こんな素敵な工場があるんですね。そうですね、あの今ではもうかなり少なくなってしまったんですけれども、かつてはやはり酪農家がたくさんいて、牛乳を絞って、あの牛の、まあ、牛乳絞ってまして、でその名残でミルクロードという名前がついてますね。そこから来てるんですね、ミルクロード。そうなんですね、はい、市の西部を通りミルクロードという名称で親しまれる県道140号。この道沿いには1980年代頃まで数十軒ほど牧場があったと言われています。牛乳を運ぶ道として栄えた県道140号、だから牛乳の道、ミルクロードなんですね。昔は盛んだったけれども、はい、今はもうここだけなんですね。そうですね、やっぱり後継者不足ですとか、いろいろとやっぱり経営的なこともありまして、酪農家さんはどん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 減ってきまして、まあ、全国的に工場ですとか酪農家さんは今減っている状況です。四日市酪農は東海地方の中でも小規模ということですが、1日あたり1リットルのパックで12,000本、200ミリリットルのパックで34,000本ほどの牛乳を生産しています。この牛乳は四日市市内の公立小中学校の給食に提供されているほか、三重県内の生協などで販売されています。さあ吉田さん、はい、こちらのお部屋では何を作ってらっしゃるんでしょうか。ですね、実はこちらの部屋でバターを作っております。おー、はい、あの牛乳がどういうふうにバターになっていくんですか。実は牛乳の中に乳脂肪分という生クリームの元になるものがありまして、でそれをですね、何百リッターもどんどん、分離させて集めたものが生クリームなんです。
はあ、でようやくその生クリームができまして、はい、それはまたこことは別の部屋でやってるんですよね。そうです、はいはい、そして生クリームを持ってきてこの部屋の中の実はまあ、バターチャーンというサイコロのようなですね丸い機械の中にそのまま生クリームを入れます、はい、でそしてゴロ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 こう、ま、かき回すことによって空気と一緒に混ぜていきます。数分経つとその生クリームの中の水分とその油のクリームの部分が分離といって分かれまして、うん、完全に水と油の形になります。へえ、はい、スポンっていくんですか。そうです、ある日突然。そうなんです、バター作りとかやっていただくと子供たちにこうやって振ってるんですけれども、ある突然ですねその生クリームのこのなんていうんですかね、こう粘着性がなくなって塊になって、はい、それでも振っていただくといきなりバシャ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 と水が出てくるんです、はい、その水を、まあ、抜いて残った油の塊がバターになります。はあ、こちらのバターは白いバターということで、はい、非常にこう美しい、はい、牛乳の本来の色味をしたバターが、ねね、はい、有名ということなんですけれども、はい、もう本当にさまざまな工程を経てようやくできるんですね。そうですね、バターが実は一番工程の中では長い工程なんです。そして手間がかかる。そうなんですね、はい、そんな、まあ、本当に地元の酪農、はい、家さんからいただいた大切な乳をさまざまな工程を経てできたそのバターとそして白いホイップクリームを掛け合わせて、はい、今日はですね、はい、とんでもないグルメを作っていきたいと思います。わかりました、よろしくお願いいたします。いや重いですよこの責任は。やってきたのは四日市市水沢町にある四日市市ふれあい牧場です。市内の酪農家から預けられた乳牛の育成牧場で四日市酪農が指定管理を受け運営しています。さあお待たせしました、いよいよ四日市グルメ一番のお楽しみクッキングのお時間です。今日一体何を作っていくのか教えていただくのはなんとですねこの時間、四日市酪農の、代表取締役社長、前田さんにお越しいただきました。前田さんお願いします。はい、お世話になってます。頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、あそこでできた、はい、生クリーム、はい、そしてバターを使ってですね、はい、今日何作っていきましょう。パスタですか、カツ丼ですか。今日はですね、小倉トーストといきましょうか。名古屋飯。そうそう、名古屋飯を四日市でアレンジをすると。はい、で今日ですね生クリームバター見てもらいましたが、うん、実はこの場所で今日バターも作っていただこうかなと思ってますね。チャレンジ小倉トーストです。既製品を使わない、ね、はい、小倉トースト1人前の材料です。食パン4枚切り2枚、こしあん 25g、 粒あん 25g、 ガムシロップ1個、生クリーム 200ml、 こしあん、粒あんをお好きな割合にしたらガムシロップを入れよく混ぜます。続いてはバター作り。生クリーム 100ml を容器に入れシャバシャバと音がしなくなるまで振っていきます。ドン。どうでしょうかね、中一回見てみます、どんな感じか。はい、はい、ちょっと開けてもらってね、今ホイップの状態になってると思いますね。おお、液体の生クリームがホイップ状になってると思います。ここがね、ちょうど中間ぐらいですね。中間、中間ですね。ここから力を入れてですね押さえつけるようにゴンゴンってやってみてください。お、なんか音出てきましたね。出てきました、出てきましたね。お、お、来ましたね。おお、すごいじゃないですか。あ、じゃあここでね一回ね中開けてみましょうかね。さあ先ほどの生クリームからホイップに変わって、
液体と分かれてると思うんですがどうでしょうかね。すごい。はい、できましたね。おめでとうございます。お疲れ様でした。さあ、それではようやくバターが完成しまして次の工程に進んでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。小倉トーストにねホイップを入れると美味しいと言われているので今日はちょっとホイップもついでに作っていこうかなと思ってます。で、先ほどあの生クリームを使ってバターを作ったんですが、はい、また同じように苦労していきたいなと思ってます。で、今日はですね、これですねボウルにですね生クリームを、95g ほどねちょっと入れてもらいますね。まだやるんですか。やらないよ。ホイップクリームは生クリーム 95g、牛乳 5g を入れ混ぜていきます。四日市酪農の生クリームは脂肪分が 47% と少し高めなので牛乳を足して脂肪分を落とした方がこってりとしすぎず小倉トーストに合うホイップクリームになりますよ。トースターで食パンに軽く焼き目をつけたらバターを塗って再び温めます。バターがパンに馴染んだら小倉あん、残ったバター、ホイップクリームを塗りパンを合わせてカットしたら出来上がりです。ご覧ください。どうぞ。たったたー、めちゃくちゃ美味しそう。あ、香りがもうすんごいいい香りなの。パンが香ばしく焼けた香りとあんと、多分そのあんの中に入ってる少しこうシロップもちょっと持ち上がってきてるのとバターの香りとホイップ、これがもう何とも言えない。バターがだんだん染みてきてますね、またね。ねえ、ひたひたになってますもん、これ。いただきます。どうぞ召し上がってください。またバターもホイップもね、ほっぺたにつく美味しさで。ね、うわ、美味しいですか。めちゃくちゃうまい。まず一番最初にカリッといった時にそのカリッとあんのうまさがこう口の中で絡んでくるんですね。で、ふわっと段階に入るとそのパンの中にジューシーに溶け込んだバターの例のね、あのバターが入ってきますね、はい、で、そこからふわっと最後こう消えていく時にホイップの旨味とともに濃厚な当たりとともにこう口の中に消えていくんですけど、いつまでもパンの香ばしい香りも残り続けたまま最後まで酸味で美味しいっていう感じ。ありがとうございます。この美味しさの秘訣は先ほどのバターと生クリームという形になりますよね。小倉トーストに合うのはやっぱりこれ、四日市酪農の低温殺菌牛乳です。あ、全然想像と違う。うわー、マリアージュ。まだこの小倉の余韻がこの辺に残ってるんですけど、それとこの飲んだ後の牛乳のこの余韻がマリアージュなんですよ。いや本当に、はい、もう大変お世話になりました。ありがとうございました。前田社長ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。おいしい、本当に。さあ、ということでいかがでしたでしょうか。第3回目の四日市グルメ、今回は酪農というところをキーワードにお届けしてきましたけど、意外に皆さん知らなかったんじゃないですか。うわー、四日市の酪農ってすごい。もうこれ僕の今回のシンプルな感想です。牛のミルクというのは牛の血だというような言い方もしますけれども、僕たちはその美味しい美味しい牛の血をいただいていろんな恵みの恩恵預かっているわけですよね。そしてこの牛の血をまさに育てているのはここのエリアでできたですね、まずは鈴鹿山麓から取れる美味しい水、そして餌、これが全て牛の血の源となって美味しさにつながってるんですね。今日の収録を見ていただいた方は四日市にこんな素晴らしい酪農のカルチャーがあるということを知っていただいたんじゃないでしょうか。ぜひ次は皆さんが体験をして、そして広く伝える人になっていただければと思います。ということで第3回目の四日市グルメ、これにてありがとうございました。もう四日市グルメ、次回は12月です。四日市市にはまだまだ美味しい食べ物や驚くべき製品がたくさんありますよ。お見逃しなく。